武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文化構想学部の2017年の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、配点が50点で時間が60分で、大問が7題出題されております。例年大問8題だったんですが、こちらが7題になって問題数がちょっと減って、まあ40題、という形になっています。で、まあここの特徴としては大問数が多いということで、さまざまなテーマが出てくるということで、やはり通史の習得で苦手なテーマを作らず広い範囲を身につけておく必要があることと、美術作品と地図関連の問題が出るので、その2つをしっかり身につけておくという意味で、まあ地図に関してはビジュアル世界史などやってれば、プラス、まあ、資料集ですね、しっかり読み取っておく必要があると。で、美術作品に関してもまあ資料集だったり、まあ、文化史向けの問題集やっといてっていうのでもいいと思いますけれども、基本的にはまあ資料集、教科書、などの、まあ、読み込み、しっかりやっておく必要があるという形ですね。で、問題の傾向としては、まあ、早稲田の中では割とオーソドックスの選択と記述、形式の問題で、まあ、正誤問題などでは結構ややこしいのも出てくるような形ですね。ただ、まあ、順当に力つけていけば割と対応しやすい問題にはなっているとは思いますので、まあ、オンリーワンなどの、まあ、マーチレベルの問題集を仕上げたら、まあ、ここを含む早稲田の過去問をいくつかやり込んで、そこに必要な知識っていうのを講義系だったりとか、今であった参考書に書き込む形で補足していってっていう形で、まあ、仕上げれば、十分対応できるかと思います。変に難しいことをやるのではなくて、全体的に基礎から標準的なレベルの完成度を上げて早稲田になれるということをやっていけば、十分対応できる難易度かとは思います。以上が世界史の勉強となります。